どうも、柴です。今日はですね、ローソンセレクトの豚骨と魚介の濃厚な味わい焼き豚つけ麺、こちらをね食べていきたいと思います。僕思ったんですよ、なんかね、カップラーメン買うなら家で食べるのはこの冷凍を買えばすっごい美味しくいただけるのではないかと。ほら、タク麺とかあるやん、タク麺とか美味しいやん。それと同じ原理でね、この冷凍のねものに手を出してみました。ということで、こちらをねいただいていきたいと思います。はい、ということでね、こちらを開けるとですね、この3点が入っておりました。これがね、麺ですね。麺と具材も入ってますね。こちらの麺を上にして電子レンジ対応のお皿に乗せてください。まあ対応じゃないお皿に乗せる人はおるのかな。まあ注意書きということで、これレンジチンだけらしいです。で、これを多分ね、ぬくめるんでしょうね。電子レンジは加熱しないでくださいっていうことなんで、これはねじっくり僕の体温でぬくめたいと思います。そんなアホな、できたよー。はい、こちらでございます。あのね、想像以上にねクオリティが高かった。ほら、麺見て、これ絶対美味しい麺やん。これがね、どれだけもちもちか、ここにね注目したいと思います。あとね、チャーシューとかもちゃんと入ってる、具材がちゃんと入ってますね。ほら、チャーシュー、こっちがですね、ほら、この濃厚なつけだれ、いただきます。今回はね、期待できると思います。つけちゃうよ、ここにつけちゃうよ、つけちゃうよ、こんな感じでつけちゃいます。美味しそうなんすけど、マジで。これね、美味しいわ。麺もっちもち。マジ？コンビニ冷凍マジっすかっていうぐらい。魚粉入れたからね、魚介の味もすっごい効いてる。これうまいな、これいけてますよ。これマジで麺が結構ね、もちもちで大ボリュームです。この太さ見たら分かると思うけど、これすごいいいっすね。これね、200円ぐらいなんですよ。多分300円しなかったんで、このクオリティやばいっすよ。作るのちょっとめんどくさいんですけど、レンジと、あとほら、液体だれ湯煎しんたかんから。ただ強いて言うなら、この液体だれを、ほら、なんていうの、もうちょっとさらっとした感じに僕はしてほしかった。なんていうかな、辛みはいいんすけど、すごいこのね、ドロッとしてて、辛みはいいんすけど、辛みすぎるよね。贅沢言うねーみたいな、辛みすぎてちょっとね、カラッとか思うときは、塩分が。あともっと、なんていうの、この豚骨感も出してほしかった。ちょっとね、香りが乏しい感じ。だけど、これね、何に感動したって、一番何に感動したって、この麺です。もっちもち、もうなんかね、僕の求めてる麺でしたね。あともうちょっと強いて言えば、ちょっと小麦の香りとかしてくれたらすっごいね、もっとグッドなんですけど。ごちそうさまでした。これ家で食べるな、これっすね。冷凍のね、ラーメンがすごいいいと思います僕。これまず1個目ですけど、醤油とか、あといろんなラーメンあったんでね、全部ね食べてどれが甘いかっていうのをねやっていきたいと思います。これはね、当たりです。ただ強いて言えば、このつけだれ、つけ麺のスープっていうのをつけだれっていうのちょっとわからないですけど、これがね、ちょっとね、ドロッとしすぎ、もうちょっとね、さらっとしてくれた、なんていうかな、この自然な泥じゃないんですよね。わかる？このすごい粘度が高い。まあ、これによって、すごい麺と絡むっていう、いい麺はあるんですけど、ちょっと僕はね、つけ麺とか言っても、なんていうかな、あんまりつけすぎないタイプ。どちらかといえば、なんていうかな、あっさりいくタイプというか、なんていう、わかります？この麺の感じを楽しみたいタイプみたいな感じなんで、ちょっとその辺はね、個人の好みがあると思います。けどね、これね、麺は美味しい。ということで、本日はですね、豚骨と魚介の濃厚な味わい焼き豚つけ麺を食べてみました。豚骨感はね、あまり感じなかったね。はい、ごちそうさまでした。